水着バゲコに熱いものを覚えたマエストロの反応集。足バキバキで草。これは普通に草。ウオデッカ。ウルトラで解決。アルティメットドッグナイト。アルティメートダイナマイトに。アンリミテッドデカパイキングダム。太ももが大きすぎる。生きろ、そなたは太ましい。直視の魔眼で足見ても線一本も見えなさそうな足。ズボン履いてると内股が擦り切れるタイプの足。太ももの内輪差に挟まれて死にたい。太ももの内輪差がバッファロー殺戮鉄道レベル。締め殺し余裕な太もも。一日中この太もも見かけて辛い。待てない。でかすぎんだろ。頭よりでかい。お腹より太い。戦う者としての説得力がある存在感。まあ獣って筋肉の塊だしな。変に説得力があるよ。座れないだろこれ。バゲコからバキコに改名した方がいいんじゃない。意思変人。ビグザムの生まれ変わり。ガンダムグシオン。健康的な赤ちゃん産めそう。ケツが石みたいに硬そうなの服。足の太さで父のでかさごまかすな。父にビンタしたら跳ね返されそう。胸パツパツなのも好き。足バキバキで草の語呂がいいから足ばっかり見ちゃうけど、多分普通に胸も好きだよね。というか胸の谷間深すぎない？伊吹さんぐらいあるのでは。同人でいくら持ってもオリジナルに勝てないサーバントナンバーワン。背もおっぱいも筋肉もでかい女性を見ると生物としてのパワーの違いに興奮する。世界中の女の足と身長と腹筋と胸みんなこれになればいいのに。気を損ねたら普通に殺されそうな世界。もみくちゃにされて。ぐちゃぐちゃにされるだろう。太ももで挟んでほしいけど潰されそう。ロビンスペシャルみたいになると思う。ナッパみたいな膝しやがって。足太すぎて終わったわこれ。常にパンツ丸見えじゃん。もうワカメちゃん状態じゃん。スカートが悲鳴を上げている。ミニスカ虐待。服がかわいそう。ライザカおまけのデニム逆。衣服の断末魔が聞こえる。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。ふくらはぎ細すぎて草。太ももバキバキにするのはいいけど、ふくらはぎとか足首もうちょい盛らないとなんかバランス悪いような気が。足に対して腕が細すぎる。下半身のバッキバキ具合に反して腕は細いんだな。銃より蹴った方が強いだろ。この腕の細さでアーチャーは無理でしょ。腕はセックスアピールにならない。腕細く見えるけど普通にゴリゴリなんだよなこれ。足が太すぎる。足は体重支える必要があるからでかいやつは太くなるんだ。あくまで前提は女の子な上で足バキバキにしたいんだろう。筋力ステータスはもちろん EX なんだろうな。筋力は B プラスだからね。そんな、その肉体は飾りでしかないと。おっと、心は乙女だぞ。体はバキバキでできている。刺繍は肉で、心は乙女。レオンくんちゃんより腕力ないのか。くんちゃんは自己暗示込みだから。月は条件次第で2倍になるから一部の A より高くなることもあるぜ。 A プラスばっかりだったペーパームーン、作ったやつが脳筋の可能性が高い。水切れ液製作係がサイズ測るのサボったのかな。服の要素はスタンダードなのに暴力的な肉体に着せるだけでこうなるのか。胸のサイズが完全に鎧に収まるサイズじゃなくなってる。大型犬にカツカツの服を着せたみたくなってない。ドスドスって音が聞こえる歩き方。モーションがまた重そうで、ヘラクレスとかの方が軽快ですらある加減できてない。バトルグラ作る人も大変だっただろう。バトグラ班の本音派を。体のバランス難しすぎだと思う。バキバキマッスルウォーリアーだけど品のいいご令嬢でもあるのがいい。バゲコは見た目もだがキャラクターが好きだ。イベントでどんな活躍するか楽しみ。もともとややバキってる女キャラ好きだったけど、メロンとバゲコのせいで人間にしてもらった。これマジ。上半身に対して下半身も屈強すぎるだろう。シルエット貫通してたバキバキ。シルエットでも神明貫破できるデカさ。ここまで意味のないシルエットはバデコとミッキーくらいだよ。このシルエットなのにメロンが騒いでない、バーゲストだなの特定方法はやっぱりおかしいと思う。下半身太いキャラに反応するから、反応しなかった場合は関連性があるの好き。別衣装追加時ならまあわかるけど、初実装時もそれでバレるのおかしくない？シルエットでバレバレプラス普段に比べて反応なさすぎて消去法で確定みたいな流れはちょっと笑った。守秘義務は答え合わせになる男。判明したらつぶやき始めたの好き。キノコがいいよって言ったから。
キノコをためらわせた女。ナスキノコを狂わせた太もも。三軒リーダーにキノコの葛藤が見える。何度リテイクしてもバキバキだからもう。いいよだったら笑う。太いよ、お聞き間違えた可能性。いいよ、じゃなくて、いいよなのが味わい深い。さすがのキノコも本気のバキバキは躊躇するんだな。沈黙を答えとした男。プロ同士多くを語らない。やれ。はい、やらせろ。はい。キノコが持ってよいって言ったから今日は足バキバキのメロン記念日。俺に頼むってことは分かってるな。ぐらいで行った方が絵描きはいいのかもしれんな。ガイアがいくら足バキバキで腐って言ってもキノコは OK を出したことは覆らないんだ。キノコからゴーサイン出たというより折れたって感じのやりとりでは。剣バゲコここまでバキバキじゃなかったですよね。ウオデッカを見た後だと控えめなような、そうでもないような。通常バゲコの時は世の中いろいろあるから、手全力の足バキバキを欠かせてやれなかったからな。あれで加減してたのか。やっぱりセイバー描いた時抑えてたんだ。メロンが本来想定してたバゲコはこの水着体型なんだ。完全に出るゲーム間違えてる体型で、草6章の時はまだ加減してたんだな。こんな足バキバキなやつに食われるほどの恋人が過去にはたくさんいたという事実。 CM の方もすごいことになってるよね。 CM アニメで足がギチギチすぎる。メロンキャラアニメにするの大変そうだな。メロンのキャラってアニメで動かせるんですね。なんか可愛げなお帽子かぶってるのが1ミリも頭に入らないくらいバキバキ。足バキバキで回り草。バゲコだからこの格好で森の中入っても問題ないだろうけど、バゲココスした人が主再現で森に入ったらひどいことになりそうだって CM 見るたび思ってしまう。普通の人間には虫を弾くだけのバキバキさが足りてない。足に蚊が止まっても針通らなそうだもんな。バゲコもう描いてる時並みにバキバキじゃない。でも同人や趣味絵と比べるとめちゃくちゃ理性効いてるぞ。他の絵見てきたけどもう2段階くらいはリミッター解放できるな。ラスオリじゃねえんだぞ。ラスオリに脳を焼かれた男の末路。ラスオリに敗北を喫してからいよいよ抑えが効かなくなってきてる感じはする。ラスオリと戦うとバカな、俺の性癖が通じないってバトル漫画みたいなこと言い出すからまだたどり着いてない。メロン22というの限界はまだこんなものじゃない。ラスオリという太陽に向かって進み続けてるのイカロスの翼みたいだれ。歴史は繰り返される。ムチムチソシャゲは増えたけどバキバキソシャゲは一般向けじゃ見ねえな。そもそも水着じゃねえ。奴はまだ2つ変身を残しているぞ。まだ2段階水着があるのが笑ってしまう。絶対この後の再臨やばいだろ。どんなえぐい再臨するだろうか。同じフェイトでだと CCC でパッションリップ初めて見た時の感想に似てる。おっぱいはもっと持っても許されるということだな。今となってはリップもそんなやばくねえなって。でかい腕でデザイン全体のバランス取れちゃってるもん。胸もよく見たら今の爆乳と大差ないから人類の性癖が短期間で進化したんだ。和田さんはさ、デカ女大好きな人。和田さんは一応女なのになんで森人進化なんだ。おっぱいで育つのは男女共通だぞ。男だからって筋骨隆々なキャラが嫌いかというと必ずしもそうではないだろう。女の人もでっかいの好きだしバゲコ大人気だよ。バゲコは真面目で可愛くて声大きい女だけど幸せになれない感は女受けよい。バゲコはもうオスの呪いをどうにかしないとどうやっても幸せに離れんだろう。和田さんは盛らない人じゃなくてアルトリアとか盛るべきじゃないキャラには盛らないだけで、キャスコとかドレイク船長は盛るよ超盛る。まだ一般向けメロン。メロン20だよこんなもん。だいぶマイルドだよね。22だともっと肩幅広くてガタイよい。メロンはいくらバキバキにしても顔をちゃんと可愛く描いてくれるから初心者でも入りやすい。新入キャラには決して盛らない鉄の理性を持ち合わせているんですよ。でもあなたまた針をバキバキにしてましたよね。ラノベの挿絵で新入スレンダー描いてたよ。つかこんなのも描けるんだなメロン。何描いてもバキバキオンリーの人かと。メロンはリアルなゴリマッチョが好きというよりおっぱいとか足とか好きな部位に肉足ししてったら独特な体型になる感じなので、厳密には人と言えない妖精騎士の担当するのはいい判断だと思う。競輪選手とか好きそう。バキバキだけど女の子の色気を生かしたバキバキなのでとても良い。メロンは持ってはいけない線引きを理解しているのが一流森氏の証。なかなか長くあの作風で未だ森加減がぶっ壊れてないのはすごいよメロン。メロンの偉いところは持った上で可愛く描けるところ。メロンは性癖の割にその気になれば制御できるのが怖い。新規開拓って意味では大正解だな。
受ける範囲で盛るのが上手というか、もっと肉肉肉にしてマニアックになりすぎてる人はいっぱいいるし。できる男はやはり一つ尖ったものを持っているものだ。ここまで自分の性癖を貫けるのは素直に尊敬する。月こそものの上手なれ落ちで言ってる感じ。たまに描かれる男キャラ見ると普通に真っ当なイケメンなのに、女キャラに比べると数段細くてじわじわくる。この人はずっと〇〇はでかいとかをとかそんなんしか言ってない。 SNS の使い方がうまい、上手すぎて SNS も作ったくらい。敏腕経営者メイロン・マスク CEO だから交渉もお手の物なんだな。俺ありがとう。全ての反応を応援に変換できる高の精神力。でかい女騎士かバキバキ女性ばっか書いて生き抜いてきたら、でかい女騎士とバキバキ女性の依頼がいっぱい来るようになった。ウィンウィン。当たり前だけどナスキの子ってちゃんと打ち合わせしてるんだな。